誰か一人だけそれが使いますよ。誰にしますか？ダメです。たけちゃん、ダメです。ダメです、終わりです。はい、いや、じゃあせっかくだから竹内君から、じゃあせっかくなんだね、今日のこのタイムアンドシャンベース竹内和弘、皆さん来てくれてありがとうございます。いや、もう今日はね、皆さんにグッと腰の入ったへそのあたりの力を入れた演奏をね、お届けしますってことをね、喋ろうと思ったんですけれども、もう後半に差し掛かってます。そんなことからお送りしてた通り、この後もお送りしますので、最後までもうね、後半に入っていきますけれども、よろしくお願いします。竹内和弘、せーの、たけちゃん。社長、総じめっちゃニヤ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 すんな、一緒になるな、そういった。すいません、1点訂正させてください。訂正させてください。合同会社なので、代表取締役ではなく代表社員です。知らん知らん知らん、細かいことうるさだる。ちょっとそこだけ大きくなったので、合同会社ケアドピーの代表社員ってこと？はい、ありがとうございます。ですって。代表社員でございます、よろしくお願いします。数字出さない、代表社員で出さない。ええわ、お前さ、しゃべれよ。本当に、この日を迎えられて、そしてたくさんのお客様にご来場いただきました。こっち見んなって、お前前見てよ、こっち見んな。本当に来てくれてありがとうございます。残り何そんなことです悪くないです。ですね、まだまだ、やっと体が温まってきたと思いますので、この後も存分に皆さん楽しんでください。よろしくお願いします。ありがとうございます。すごい景色を見れてます、僕は今。ありがとうございます。僕らも事務所を離れてからこういうオープンをするのが初にはなるんです。で、いろいろもう大変なこともまあありますけども、やっとこう開催に追いつけれたっていうのはすごく嬉しいなと思ってます。本当にありがとうございます。楽しんでてください。また新曲作ってきちゃいました。イエーイ、イエーイ。
俺が今やってて感じがしてたのに全然雰囲気変わってないよ、さっき雰囲気変えろよって気づいてる？俺が今のと顔をほんでカメラ抜いてなかったよ。顔でいい？え、いいの？そのキャラでやろうか。いや、好きなように好きなように粛々と新しい曲を書いてきました、この曲をね、皆さんの人生を全好転しようじゃないかというすごく明るい曲でございますから、皆さん1回1番で覚えて2番では歌ってみてください。絶対に無理だと思いますけども、そんなあなたたちを全好転する